ははいこんにちは、えー、今日はですね、えー、僕が iPodTouch5 世代便利なあ通話の使用の仕方で、えー、買ったというところをご説明したいと思います。えー、現在、iPhone4 を使っています。はいこれを解約月今年2015年5月に解約月が来ますのでこれを解約したいと思います。なぜかというと月3000円、まあ、3000円だったら安いじゃないかというでしょう。 でも年間にしたら3万6千円、うん、3万4千円になりますよねそれがですね、えー、こうスカイプを入れてですね誰でもスカイプかというと思います、えー、スカイプでナンバーを取得しました、はいえー、今32%ビッグで2400円で年間2400円で、えー、ナンバーがもらえます自分の好きな番号が選べまして、えー、ナンバーがもらえますするとそのナンバーに 他のお友達からそのナンバーを教えればかけかけてくることができます。スカイプからここにかかります。スカイプさえ入れとけば。で、こちらからナンバーを押して一般電話にもかけることができるし、携帯にも通常通りかけるようにできる。はい。それと別に1500円分の、なんて言いますかね、えー、まあその通話料のあれを買えばいいということですね。はい。 でプリペイドみたいにですね1500円があー分買っておけばあとはそれで通話ができるということですね減っていきますけどねはいでまあそれ1500円も入れておけばねスカイプの場合安いですからねかなりかけることができますでまあ減ればまた次出すことが自分でできますんでねあー金銭面感覚的にあの安上がりになりますね。 はいそういった使い方をするために僕は買いましたこれが、えー、iPodTouch5 世代ですねこれに、えー、ス,カイスカイプのナンバーをーなんていうか買ったということですね、えー、スカイプでナンバーを取得するかなんかで検索してもらうと詳しい説明が出てくると思います そうやって、えー、自分で取得してください。するとナンバーがもらえます。これが年間今32、32%引きで2400円ぐらいですね。えー、通常3400円から、それでも年間3400円ということはものすごく安いですよね。はいえー、通常の電話だったら3万4000円かかるのが、えー、そんなにかからないですよね。3万4000円も1万円もあれば1年間も持つと。 いう代物です、えー、この通信がダメな時でも LINE 電話また他のやつですね、えー、スカイホーン LINE 電話スカイプあとおこれですねハングアウトもしくはあバイパーとかを使ってますね、えー、これだけあればね通信が今の世の中こう何かで通信ができますんでネットさえつながってれば そんななに電話は必要じゃいいと思いますね無駄なお金をかけてよほどやっぱ緊急事態とか会社からいろいろ会社営業マンとかは必要でしょうけど、まあ、そこら辺、えー、僕はあまりそんなにこう通話しないんでね、えー、かけることもできますスカイプからナンバーを取得すると向こうからもかかってくるしこちらからかけることもできます、はい、そういったわけで、えー、スカイプ、LINE 電話 えー、これ、えー、おすすめのスカイホン、僕の,あのなんていうかな YouTube にこれもありますので見てくださいね。えー、これだけ入れておけば、まあ、十分つながりますというところですね。情報はどれかに入る。なおかつ、えー、スカイプでナンバー取得した場合は、ですね、えー、つながらなかった場合は音声メッセージで、えー、入った上に、 あと、えー、でメールで送ってきます。本人にメールで着信があ表示されますんで、ボイスメッセージがありましたということが来ますんでね、えー、取り逃すことはないですね。1時間以内に、あのー、返信できることがあります。あのー、その電話にの電話応答のボイスメッセージをき聞いて、こちらからかけ直すことができるという、そういう安心感もありますねただですね。 やっぱ釣りとか山とかに行かれる方で、やっぱり僕はあの電波が飛ばなきゃだめという方は、もう全然そういう話になりませんので、はい、あ,あくまでもですね電話代を節約して、iPod、Touch の第5世代であ、まあ、通話代わりにしようと思う方があれば、ですね僕と同じように、えー、かなり安くなりますね、年間も2万円は浮きます。はい えー、それ考えてこれ買われるとあともう次の年からはほとんど、まあ、5000円以内で済むということですね、えー、それとあとは注意事項として iPod touch はあくまでも電話じゃありませんので,、はいえーっとですね、耳に当てて聞けません、えー、スピーカーで相手の声は出てきますので まあそれが嫌という方は今流やっている Bluetooth を使われるといいですね。Bluetooth のヘッドセット、ここに差し込んでまあマイクがついているあのイヤホンのやつかえっとヘッドセットの Bluetooth のヘッドセットを買われるとですねまあ通常通り通話はできます。まあなくてもですね相手の声はスピーカー本で出てくるだけで相手の声まあ小さめにしておけばまあ、まあ あのあれですね、相手の声がちょっと人混みでは人のたくさんいるところでは相手の声がここから出るんでねちょっとこうあの恥ずかしいところがありますのでそこら辺は、まあ、デメリットとして挙げておきますね。それを改善したければヘッドセットかもしくはここにイヤホンをつけられるとあ外には漏れないということです。まあ、そこは僕は僕説明しなくても分かると思いますね えそういったデメリットがあるという、まあ、いい点はもう、えー、年間に何万と浮く,浮くという、はい、ということ、その浮いたお金で、新しいこうモバイル機器を変えるというとこですね。はい、そういったわけで、えー、iPodTouch5 世代の、えー、便利な使い方のご紹介でした。ではまた。